ユスラ・マルディにはシリアの競泳選手。シリア内戦により難民となり、現在はドイツのベルリンに在住している。オリンピックの難民選手団の一員として2016年リオデジャネイロオリンピック、2020年東京オリンピックの競泳女子100メートルバタフライに出場。ダマスカスで育ち、シリアオリンピック委員会のサポートの下に競泳選手として頭角を表した。 2012年12月にトルコのイスタンブールで開催された世界淡水路選手権の200メートル個人メドレー200メートル自由お及び400メートル自由型種目に出場した。ユスラの住居はシリア内戦により破壊され2015年8月にユスラと実施のサラはシリアを脱出することを決断した。二人はレバノンを経てトルコに達し密航業者が用意したボートに 他の密航者と共に乗船した。このボートは通常6から7人乗りだが、18人もの密航者が乗り、ギリシャに向けて出航したが、わずか15分でエンジンが停止し、エーゲ海上で水没し始めた。18人中泳げるのは、ユスラと同じく競泳選手であったサラを含めても4人しかいなかったが、4人は海に飛び込んで、ボートを押し始め、4時間をかけてようやく、 レスボス島に到着した。二人はギリシャからヨーロッパ各国を経由してドイツに入り、同年9月にベルリンに住まいを得た。後にユスラとサラの両親もシリアを脱出してドイツ国内に居住している。ユスラはオリンピック出場を夢見てベルリン市シュパンダ奥にある水泳クラブでトレーニングを再開した。出場を目指した種目は200メートル自由型である。 この段階では2016年、リオデジャネイロオリンピック出場は未定であったが、国際オリンピック委員会で議論された。同委員会のトーマスバッハ会長は、難民となったアスリートたちについて、戦争や暴力を逃れるためであっても、夢を実現してやらねばなるまいと発言した。2016年6月、ユスラは、 難民アスリートによる2016年、リオデジャネイロオリンピックの難民選手団の一員に選出され、オリンピック出場が決定した。迎えたオリンピックでは100メートルバタフライに出場。予選1と組で1分09秒21をマークして5人中トップとなったが、他の組の A 社は1分以内で泳ぎ切り全体では41位となった。2017年、 国連難民高等弁務官事務所親善大使となる。2021年7月から開催された2020年東京オリンピックにも難民選手団として参加し、開会式では同選手団の騎手を務めた。ありがとうございます。